いつの時代も悲観論者は社会と人生を悲観する。いつの時代も楽観論者は社会と人生を楽観します。だから時代のせいではないんですよ。どうしてこの変形体に注目するようになったかというと、時々ですね、私は気候をやってますので、でその気候をやってるとですね、元気な人と元気が出ない人、それから、まあ、祈願でも治っていく人、どこが違うんだろうと思ったときに、気を入れるとですね、大量に気が溜まる場所ってあるんですよ。それは耳のこの横なんですよ。で、解剖学で調べると、どうもこれは扁桃体のあたりじゃないかなと。だから、人生で差がつくのは、これ能力じゃないと思うんですよ。性格と感情だろうと思います。性格と感情。この能力を要求されるのは、ほぼほぼ 20% ぐらいです。はい、ですから、この性格と感情というのが非常に重要になってくるということです。人間もそうなんです。性格と感情を司っているのは、この脳 の, あの耳の後ろにあります扁桃体というところなんです。扁桃体。ここの状態の良し悪しが、人のエネルギーを決めるし、人生の幸福不幸を決めると。いくらチャンスが来てもこの扁桃体に不備があると掴み損ねる。だから気候をやってても気を入れる時も本当に西洋医学から言うとこの持たないと言われる人もここが元気な人は持つんですね。楽観的な人って、うん、真面目な人ほどね、その医者さんに言われたことを真に受けてですね、そもそも死ぬんだとか思っちゃう。でも楽観する人はその医学の常識に反して何年でも生きてますよ。そういう人たくさんいらっしゃいます。まあ西洋医学がいいとか悪いとかの問題じゃなくて、それはお医者さんはその職業としておっしゃる、受け手の患者さんが明るい気持ちで聞けばいいんですよ、うん、ということだと思いますね。受け手の問題、扁桃体ってどういう働きかなと、その後生理学的に調べるとですね、扁桃体が司っているのはこれは恐怖と不安なんですね。だから扁桃体が興奮してると恐怖と不安という感情が高まっているわけ。そうするとバイアスも起きやすいです。もちろん表面意識と潜在意識の交通も難しくなる。だからこの扁桃体から恐怖と不安を司っている。ここ興奮してはいけない。恐怖と不安なんだから私たちが興奮してハイテンションで反応したりするといけないんですよ。だから重要な商談とかその生きるか死ぬかっていう時ほど穏やかさを保つ、平静さを保つということが大事なんだと思いますね。これが気という観点から見ても言えます。だからここにエネルギーが多い人はですね、穏やかな人なんです。穏やかなエネルギー、穏やかなエネルギーがここに溜まっている人は人生で大体正しい反応をするということだ。だからこの穏やかな霊的な精神的エネルギーがあると、この扁桃体の過剰な興奮を抑えて 100% 力を発揮させるということになります。したがってこれで見ましたね、興奮になるための条件はまず数式で計算すると最後まで粘れということ。そして自流をつかめ。自流というのは人が目を向けない分野、あるいは自分が従来目を向けていなかった分野に目を向けていくということです。目を向けていくというね、反対のものですね。反対のもの、まあ、反対のものと言いますと、私今研究しておりますのはこの宇宙と全く逆の性質を持った反宇宙というのがあるんじゃないかなと最近思っています。この宇宙と全く逆の働きを持った反宇宙、
で、これなんでこんなことを言うかというとですね、ブラックホールの研究とか、あるいは銀河の研究すると暗黒物質っていうのがあるんですね、ダークマターとかね、これがなんかすごい影響を与えてるんですよ。で、これどこにあるのかということなんですけども、もしかしたら半宇宙というのがあって、それが私たちの宇宙に接近するたびにこういう、うん、不思議な現象を起こすんだよ。半宇宙ね。まあこれ奇想天外な話なんだけど、まあ、実は私たちの脳の中にも半宇宙と思われるものがある。それは右脳なんですね。右脳なんですね。私たちの左脳っていうのは最初申し上げたようにどんどんエントロピーが増えていくんですよ。たくさんの情報をするんです。左脳ですね。要はね、情報を、ね、脳に取り入れてるんですよ。入れないと不安なんです。これ左脳の働きですね。そのニューロンとかね、シナプスがどんどん増えていくわけ。で、脳が安心するという。自分の体にとっていいんじゃなくて、脳の知的好奇心だけを満たしていく。そして、そうすると脳の中にドーパミンが出ますから、一時的な幸福が得られます。でも止まるとまた不安なの。知れば知るほど不安なの。ある実験で、あいうえおって聞かせたら、左脳は確かにあいうえおって聞いてる。でも、右脳は違うんだね。おえういやって聞くんだって。右脳は。そういう実験があります。おえういやって聞いてる。もしかしたら、右脳というのは、時間を遡っていく。時間を遡っていく。もしかしてこれが半宇宙かもしれない。半宇宙のひな形かもしれない。もし別の天体に文明があったら、そうやって考える心の働きがあるってことは、もしかして時間が逆に流れる宇宙があるんじゃないかというふうに、別の天体の科学者は考えてほしいじゃないですか。そうやってもしかしたら別の天体の科学者がこの半宇宙になるものを発見している可能性があります。まあ、いずれにしてもですね、その時間の向きが逆のものが私たちの体内にあるんです。したがってですね、将来私はこれが発見されると思うんだけど、この謎に迫っていくと不老不死とか若返りっていうのが別の角度からアプローチできるんじゃないかなと。そっちにスイッチオンできたら右脳と左脳というね、右脳と左脳ですね。で、この右脳と左脳がもしかしたら連絡交通するかもしれない。その右脳の世界というのはこの宇宙と全く逆の働きです。この宇宙で皆さんが成功してたら向こうでは失敗してるかもしれない。この宇宙で皆さんが腰痛持ちだったら別の宇宙では陸上競技の選手かもしれない。全く逆の働きがあるかもしれない。そうすると右脳と左脳を連絡交通するものがあります。それを脳梁と言いますね。横から見るとイルカが泳いでいるような格好になっています。イルカがですね、こんなところにいるかっていうのか、尾ひれが2つに分かれているか、それが脳の真ん中、これが右と左を連絡交通してる、連絡交通してる。で、どうやら右脳というのが若返りの秘訣らしい。だから時間を遡っていく、だからさ、まあ、1年1年年取るっていうよりも1年1年若返っていく世界があるわけ。この右脳に生きればですね、誕生日が来るたびにですね、また年を召されましたねって言われても、いや何をおっしゃいます、私は一年一年若返ってます話になります。だからこの脳梁の研究をするとね、この若返りの秘密って分かるんじゃないかなと思います。サーチュイン遺伝子とかってありますけど、不老不死とか寿命を決めるとかね、それよりこっちの方が面白いかもしれません。でこの研究をちょっとしてて面白くて気がついた。でこの脳梁によってですね、右脳と左脳の間で何が連絡交通するかというと、知覚情報は連絡しないんです。触ったとか熱いとか。何が息するかというと、唯一イメージなんです。イメージ、映像のような映像だから、その右脳の世界に限りない可能性がもし秘められているとすると、いいイメージを持つことによってそれを引き出すことができる。いいイメージ、映像だったりね、はい、だからできるだけその頭で論理的に考えるんじゃなくて、写真とかその現地に行ったりしてズバリその場の映像をですね、いい映像をたくさん入れていくとですね、それに似た
いい映像が右脳から取り出せるんではないかって思います。私たちは今まで受け身的に生きてきたんです。情報の洪水の中で人が言うことを鵜呑みにしてしまうね。鵜呑みにする。そうじゃなくて自分から発信していく明るいニュースというのが2020年に期待されること、一番期待されることはそれだろうと、まあ、こんなふうに思われます。そしてこの右脳と左脳で決定的に違うのは何かという話をしますね。それはね、左脳というのはね、上下関係なんですよ。上下関係、どっちが優れているか、どっちが数学の点数が高いかという、この数式の世界ですね。数量で争う世界ですよ。縦軸ですね。縦、こう左脳って縦の話、メモリが振ってあったんですね。メモリが振ってあったんですね。何点かという話ですよ。これはしかしよく考えると数学的に考えますと単なる一次元です。一本の直線のことを一次元と言います。次元とすればそんなに高いものではない。もっと右脳の可能性を開こうとしたときに、その右脳が優位にあるというんじゃないんですよ。一時期右脳が優位にあるというようなイメージで右脳を開発する方法なんて言われましたが、左脳も重要ですよ、うん、だけど右脳も改めて考えてみると、右脳というのはこういう関係です。自分と相手がいた時にどっちがどっちを包んでいるかという、上にいるんじゃなくて包むという話ですね。包む。したがって例えばそのこのいい大学を出た人がスーパーマーケットに入ってきますと、長年ですね、そこでもう雰囲気を作っているパートタイマーの主がいます。主がね、そして主に対してインテリだということで、その上から目線で命令します。そうするとその若い主婦はカチッときますが、さすが主ですね。20年もね、30年もね、現場にいましたね。あら、そう。心の中ではないないちゃんという言い方で応用してますよ。応用してますよ。上下関係で来たってですね、私の方が現場よく知ってるし、まとめることができる。で、だん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 丸められていきますよね。インテリを扱うのがうまいんです。それをインテリコーディネーターって言うんですよ。そうしたときに、これはね、これは上下関係じゃないんですよ。上下関係じゃないんですよ。集合という考え方、集合論という話なんですね。これ、この自分と相手がいたときに、これは接点がない状態、これは接点がある状態、これどっちかがどっちかを包容している状態です。この3つしかありません。打ち負かすという方法じゃないです。ところがね、この直線でいうとね、勝つか負けるかと丸罰でしょ。僕は集合はね、3通りの状態が考えられますね。こういう無関係という状態と、共通点があるという状態と応用。こっちは共通点を持つ状態、こっちは無関係である、こっちは応用するという3つの状態が出てきます。こっちは勝つか負けることはイエスかノーです。勝つか負ける、勝つか負ける、負けるか、こういう発想で勝つか負けるか、このように包むという方が次元が高いんです。次元というのはね、考えられる状態の数を言います。考えられる状態の数が多い方が次元が高い。よくそのスピリチュアルの世界で次元が高いと表現しますが、次元が高いということは勝つか負けるかじゃありません。私の方があなたより次元が高いよという言い方は成り立たないんです。どっちがどっちを包むかという話ですね。このね、集合論というんですけども、集合的な包む包まないという発想が今から重要な発想になるんじゃないかなと、まあこういうふうに思われるわけです。で、がんというのはね、簡単にお腹が空くんですよ。お腹が空いて、周りの細胞たちにオートファジーやって、私に食料をよこせっていうのはがんなんです。
だからオートファジー機能をそのがんが支配してしまうから全身にがんが広がるんです。そうすると普段からこのオートファジーを飼い慣らす必要があります。訓練して私たちはまだまだこの肉体を持ってですね、この肉体を飼い慣らしていないと、要は自分の体をですね管理、訓練、コントロールしていけば、まだまだ無能って、まださっき言ったように未知の領域で時間が逆、それからオートファジーだってまだまだ未解明、まだまだね人間はね謎だらけです、ね、資源は我が体内にある。この我が体内にある資源をが無限にありますから、これを特に日本人の方が、まあ、私も日本人なんですけども、資源がないというんだけど、実は自分自身が資源の塊です。これに全人類一人一人が気がつかなきゃいけない。自分の体の中に無限の資源がある。それを今までの文明は外に求めていたということです、うん、ということで、まあ、サプリメントも3つか4つに絞り、余計なものを取らないようにする。そしてオートファジーを活用する、自分の中の新陳代謝を良くしていく、ということがですね必要になってくる。そしてまさに、このオートファジーということはどういうことかというと、このここに古くなったあのタンパク質があるとすると、ここに、ね、あの細胞が近づいててね、パックンって食べるんです。これどういうことでしょう。つまりこれさっき言った包容ですね、集合論が起きます。集合論、私たちの体の中は勝ち負けじゃなかったんですよ。相手を包んでいくんです。包んであげる、こういうですね、その勝ち負け、左脳は人間が作った単なる人間の物差しに過ぎなくて、実は体内では右脳の方が優位かもしれません。包んでいく働きの方が優位だ。他にオートファジー以外にあるのは、これはマクロファージー、マクロファージーね、マクロファージーっていうのはですね、この入ってきた病原菌に近づいていてパクッと食べる。パクッと、これ包容です、これ包容です。だから今からこの包容の訓練ね、包容の訓練、包んでいく、カリカリして相手を打ち負かすんじゃなくて包んでいくという話を